だからこう口をこっちに作って、うん、目をこっちにすれば、うん、上から行くんだよ。何それ、何やってるの、これ今からね、ジャックオーランタンっていうの知ってる、あれを作るの今から。おーおー、美味しかったら来てから、これもういいんじゃないですか。え、なんかありますかね。いや、わかんない。いや、大丈夫、はい、いいと思います。じゃあ適当にいいやね。はい、いや、ちゃんとやったら適当じゃん。適切な適当の方、怖いね。はい、皆さんこんにちは。気持ち悪いんだよ。どっちに行こうかな。はい、今日は30キロ、30キロぐらいの、ジャンボカボチャのジャックオーランタンを今から作ります。はい、こんにちは。花もあんの？はい、花もあんの？花もつけますか？はい、入るよ。はい、園長います、伊藤さんです。ジャックオランタンに見えないけど、いいんですよ。これも作ってきたの？それはもう作ってる。誰か似てないこれ。誰かを作ったの。あ、すごい。俺じゃないな。うん、皆さん誰でしょう。はい、誰でしょうか。これあれじゃん。もう僕ですね。違うよ。違います。後ろに人を置かない人じゃない。あ、なんかサーティワンスクリーンが。はいはいはい。これがじゃあ全然また違うタイプだね。決してキャラクターは言っておりませんので、あの著作権違反ではありません。キャラクター言うと、キャラクター言っちゃうとあの引っかかっちゃうかもしれない。はい、掘っております。これ誰？いや、ちょっとわかんない。いや、ちょっと言えないんですよ、今言えないんですよ。今言えないんですよ、ライブ中なので。ラムちゃんか、トムちゃん、懐かしいですね、それ。違う。はい、こんにちは。今日今この掘ってくださってる方はいつもこの、あのすごいリアルなジャックオーランタンを持ってる方です。上近さんは別 の、 あの取材で、はい、今来れてないです。あとまだあと何回ぐらいあるんですかね、これ。あと31まで、はい、あと3回ぐらいあるんですか、ね、3回ぐらい。なんかあの掘ってもらいたいのがあれば言っていただければ。はい、あの掘りますんで。ただこのジャンボかぼちゃのこのこれあんまり人気がない、ね、そう。いつも残るんだよこれ。あのコントラストが難しいですよ、うん、同じ色なんで。ああ、なるほど、皮が緑じゃない。そう、あ、そっか、しまった。いや、ここら辺は歯を切ってる。もう下まで切っちゃった。下の方は歯を切ってる。今日カメラマンはハローカです。ハローカです。今日のインスタのアーカイブ見てました、ありがとうございます。これジャンプライブなの、ジャンプで。まあ、ジャンプでしょ。ジャンプでしょ。でかいよ、まあ、普通人間の食用なんかないですよ。普通かどうかって言われたらジャンプです。ジャンプ、
動物の餌だもんね、うん、牛とかですね、うん、あれですよね、伊藤さん、このジャックオランタン作りがバイヤー の、 採用条件、入社試験にある、入社試験でどれだけ個性的でかつ早く作れるかっていう時間計られるから、そうこれない、これできないとちょっと入社難しい。さっきそんなことを言ってる人がいましたけど、テレビの取材で、テレビの取材で、っていうのは最後は嘘って言ったのに、はい、まあ嘘です。でも面白くないですか、逆に採用試験の時に、いや僕めっちゃ面白いジャックオランタン作れるんですってなんかアピールされたらちょっと気になりません、逆に。入社した後に動物嫌いって言われたらどうするそれもうダメですね。面接でマイナイフ持っていかないといけない。あかぼちゃも、マイかぼちゃ、うん、それはじゃあ飛行機で来る人はちょっと難しいね。一つ掘るのに何分ぐらいかかるんですか。こっちのやつだったら40分ぐらい。こっちのやつで40分。これは北顔？北顔？これ顔を掘るのが大変だと、ここを掘るのが時間かかっちゃう。すごい。誰だかすぐ分かるね。子供を抱えてるよ。え？絵は得意なんですか？絵は得意じゃない。でも掘るのは得意。いや、別に。いやいや、もうこれは得意の領域ですよ。まあ、誰とは言えないですけどね、これは。まあ、なんかにそっくり。銃の名手。これを超えないと不採用。基準が高すぎる。わ、これは大変。もう芸術大学出た人じゃないと入れなそうな気がする。芸大出身じゃないと。こっち側だ。すごい、すごい。ね、これは誰だと思う。言えないんですよ、大人の事情的に言えないんです。はい、着々と掘り進めております。なんかあれ、リクエストがあれば今のうちに、はい、書きましょう。また次回というか、いつか。リクエストって固有名詞がキャラクターになってしまうんじゃない。あ、いや、それをこう僕が組み込んで、なんかちょっと似た顔にするというか、うん、まあ、ちょっと法的にあれだったらもうやらないけど。はい、すいません。山本さん、タイツの山本さん、すごい応援を受けております。すごいプレッシャーの連呼で、すごい応援されてる。ここまで応援されてると初めて見たこと。頑張れっていう子を頑張れって言わなくて。頑張れ、応援頑張れ、応援頑張れ、応援頑張れ。動物やりますか。動物を似せて。これ中くり抜いてあるんですか。いや、まだくり抜いてない。くり抜いてないです。あ、種だけ？いや、何も。表面だけです今。空洞かぼちゃ。おお、やっぱ早いな。伊藤さんだ。こんにちは。こんにちは。ちょっと引いた方がいいかな。これ自分でですか。いや、僕じゃないです。はい、持っております。もしかして持っております。あ、これもしかして、上近さんの方だった。上近さんめっちゃ似てる似てる似てる。ライオンにして肉食獣食べるカピバラ、はいはい、面白いです。今ここで掘ってるってことだ。我の声が
休日明けにしみるんじゃん、はいはい、皆さんも頑張りましょう。何の動物着々と歯ができております。頑張れ虫歯はどこに作りました？上の歯に乗りますね。この歯に、この歯。歯石とか。虫歯って言ったら昔からこれでしょう。何ですか？これ。ああ、痛いやつね。神経痛いやつ。このかぼちゃいくら？それを言うんですか、うん、ここで聞こえていいんですか？これはこれには多分皆さん知りたいと思うけど。ああなるほど、うん、だって普通買わないから。もともと何用？これ装飾用です、うん、あ装飾用飾り付け。装飾動物の装飾じゃなくて、そっちかと思って。動物園そうなっちゃう。そうね、飾り装飾装飾飾り用です。装飾って言うとね、曹操の息子になっちゃう。なんか人の名前になっちゃいますね。はいはい、文学のね。装飾。装飾。いや、でも一緒か。いや、それでいいです。装飾。で、いくら？これですか？ええ。キロ300円です。キロ300円。300円かける30。え？そんな高いんですか？高いっすよ。そんな高いんすか？高いっすよ。そうなんだ。だから春岡君掘ったなって言った。いやいやいや、そんな、なんか申し訳ないです。30キロある。30キロ。30キロ、ね、キロ300円。キロ300円ぐらいですね。高いとこだと400円ぐらい。これ送ってきたの？いや、これあの北海道から送ってきた。北海道から取り扱い注意とか書いてあるんだもん。北海道のらしいです。じゃあ送料もそれにまた別に含まれるってことね。別にね、はい。道民の皆さんありがとうございます。ありがとうございます。だって今もうこっちの方では腐っちゃって取れないんです。そうだね。時期的に。随分前だったもんね。そう、時期的な問題があるんで。うん、もう早くしないとね。もう10分ですよ。今1時10分でございます。1時半からでしょ。はい。北海道はかぼちゃコンテストありますからね。その大きさの。そう、大きさから言えばそんな大きくないのね。そう、まあこれはですね、うん、前100キロのやつやったでしょ、うん、今年ありましたね、はい、うん、最初の初めの。そう、あれは熊本のやつ。熊本でもかぼちゃあるんだ。だってこの辺でもやってなかった前。なんか再開したもん。J でやりますね、うんうん。この辺のやつは今コロナで中止してるらしいです。大きいと200キロ超えとかあります、ね。北海道。それはちょっとここに運び込むのが大変だよね。だってもうバクぐらいですよね。いやまだね。これジャックオーランさんっていうね、かぼちゃのお化け作ってる。これでいいんですか？あ、カピバライオンズさん、かぼちゃ代の足しにありがとうございます。ナイスパです。で、まあその装飾プラス飼料、あの家畜動物にあげる用の野菜、うん、そうですね、うん、本来はね、になる。本来はそっちの方が好きじゃない、うん、なんかアメリカとかにね、ゴロンゴロン転がってそう。確かに。イメージ強いですよね。あ、もしかしたら、ババの次はポケット何してるんですか？
あらら入れてるの忘れてた。あらららら。刺された。刺されて気づいたんですか今。いや、なんかブーンってこう。携帯かと思う。そう。胸に携帯入れたかったの。まあ、トレンド巻きっていうんですかね。香川県でもジャンボかぼちゃのコンテスト。なんかどこでもありそうな気がする。園長またゲットしてる。さっきどこですか？それは。これは園内でキリンのところで。あ、キリンのところ。え、あの手前の木ですか？いや、違うところ。で、あの取材中にカメラ回ってるところ。むしろそっちの方が撮れそうな気がする。ゲットだぜ。園長すごすぎです。あら園長。ポケットからスズメバチ。これちょうどほらなんかのゲットだぜってやつ。確かに入れ物入れ合いが似てるよ、ね。入れ物もね。まあでもそこはあんまりちょっと言えないですね。はいはいはい、それ何？これ何に見える？危ないやつだよ。蜂だけどね、1なんだよこれ、1匹わからないです、わからないです。わからなかった。小さい子はその目標わからない。あと7必要なんだよね、蜂までに。バイオパークあるある、伊藤園長のポケットには捕まえた虫がいる、うん、あ、でも結構ありますね、蜂に限らず。残念ながらね、もう12月になるとそれがなくなってしまうので。あ、確かに確かに。カブトムシの幼虫掘っても胸に入れられないからね、あれでかすぎてね。かぼちゃじゃないかもね、これ、ね、でもこれ本当に伊藤さん本当にポケットのモンスターですね。たまにね忘れて洗濯機入れる可能性があるんでね。ダメだよ、洗濯しちゃって。なんで鉢持ってるの？誰かを刺してもらおうかなと思ってる、ね。ああ、やばいですやばいです。なんかバイパックのイメージが。バイパックのイメージが変わっちゃう変わっちゃう。ポケットのモンスターですね。こんなんじゃないね。かぶってみる？かぶってみる。重いよ。洗濯は、はい、あのバイオパークでやってるので。そうそう。ご家庭には持っていいから。どうやって大きいのぼち作ったの？うわ、すごい。どうやって作ったんだろうね。で、鉢持ってる、確かに。園長は、ポケットのマスターだからですね。はい、ポケットマスターです。縮めたらダメ、言えない。縮めたらいい。ああ、そうね。そうそうそう。はい、大丈夫かな。すごいな。そうです、強いな。あ、別のものも、ポケットに入った。別のものも入った。わぁ。言ってよ。びっくり。ありがとう。あ、ちっちゃいけどね。ビッグじゃないけどね。あ、ビッグリじゃないけど。ビッグリ。これインコとかね、喜んで食べる。そうですね。はい、まあ確かにあのバトルの道具みたいな感じですね。はい、山嵐みたいな回したり。マロン。マロン。英語はマロンじゃないんですよね。あ、マロン。マロン。名前なんと思う？え？ん？猫？猫？飼ってるの？うわーすごい。猫の名前？食べる？分かった。かぼちゃ。じゃあ。マロンちゃんとみーちゃん。マルオちゃん？マロン。マロン。マロン。バカミー。バカミー。おー、出来上がってきてますね。長崎荒れてます。これ何？かぼちゃのお化け。かぼちゃのお化けっぽいじゃない？かぼちゃのお化けだよ。かぼちゃのお化け。食べちゃわないと。こじはある。はい、こじはあります。これってボーラ。これマーミンのね。鹿なら。なんか目が4つあるように。はい、出来上がりました。だいぶ手抜きました。
手抜き。うわ、なんか目が痛い。何分？怖いな、これ。20分。20分かかってないんじゃないか。かかってるか。間に合わせない。かかってないぐらいですね。はい。はい、出来上がりました。これ後でカピバラにあげます。これと、あと2つと、あと今日は上近さんが掘ったやつがあと2つあります。あ、誰か来た。凌介。怖いな。これどうやって作ったの？すごいですすごい。いや、まあこれが日本のジャックオーランタンじゃないですかね。はい、日本のジャックオーランタンです。で、彫刻刀で彫ってたな。なんでしょう。ああ、ね、あのジャックオーランタンですね。これを、1時半からカピバラにあげますよっと感じですね。どうしよう、それまで。うわあ、すごい。あと10分ぐらいある。じゃあ中のカピバラの様子見てたらどうですか？行くか。行くかな、じゃあ。ちょっと、はい、これ書いてるんじゃなくて掘ってるんですよ、これ。掘ってるんです。掘ってあります。カピバラ倒すか、じゃあ。ちょっと早く終わっちゃいますよ。おっちゃん、ちょっと来て。うわ、公式 YouTube だ。配信中ですか？今配信中です。どこのテレビ局ですか？ NIB から来ました、朝地毛 Z です。初バイオパークです。あ、そうなんですね。めちゃくちゃ楽しい。で、今日はなんかイベントをやってるようで、何でしたっけ、ハロウィンイベントですよね。そうです。かぼちゃを自分たちで掘って、カピバ自分たちで掘るのは特別職員が、職員さんが、職員が自分たち、すいません、テレビの力で自分で掘りました。あ、そうなんだ。これ どこまでなんか言える。どうぞどうぞどうぞ。あ、バレんやろ別に。いいよね、はい、ほら、はい、これを実際に今からカピバラさんたちにあげます。食べてくれるかな。いや、どうだろうな、ちょっとブスなんですよね。そういう問題ですか。歯がない、食欲湧くかな。ちょっとカピバラ、そんなに空気読まないやつでいてほしいけどな。あ、でっかいのもあるから他に。そうそう、ただちっちゃい方が私食べやすいんじゃないかなと思ってるから、いけると思う。いくつあるのかな。 1,2,3,4 ぐらいある。5個。反応が合ってます。 NIB の人だ。わ、服部さやかです。タレントさんですか？そうなんです。ギリギリね。これもね、販売してるんで、よかったら購入してみてください、はい、カピバラマスク、はい、よっしゃ、マジでちょっとドキドキしてきた。カピバラってかぼちゃ丸ごといくんだな。乞うご期待です。はい、楽しみですね。楽しみです。まだあと10分くらいあります。あと10分か、はい。ああ、皆さん、そのチャンネルはそのまま。まあ確かにチャンネルでは。放送はいつっては、今度の15日。今度の15日、土曜日ですよね。土曜日15日朝9時55分から放送です。ぜひご覧ください、はい、長崎ですね。はい、はい、これ2週にわたってですよね。これは1週のみ。これは1週のみ。そうなんです。長崎バイオパークさんで2本撮りしてます。ギャラ1本です。ギャラ1本で2本撮り。あ、文句言ってますね。これ仕方ない。もうちょっと私が売れたら絶対に文句言ってやるから。もうその頃には もっとリアルなジャックオーランタンを掘れるようになってる。本当ですね。なんか噂によると、ジャックオーランタンを掘れなきゃバイオパークには就職できないという話があるんですけど、これどうなんですか？変な噂がどんどん広まっていってるような気が。やっぱ噂では本当にあるんだ。いや、まあでも本当ですね。うわ、すごい。過去嘘。てことは今カメラ回してるスタッフさんも掘れるってこと？ああ、掘れます掘れます。すごくない？変な得意技。ね、年にね、本当に何時間しか使わないのに、冷静に考えられるとそうなっちゃう。どんだけこの企画に力入れてんだって話ですよ。ただ、なんか今日からです。見逃し配信的なのって見れる。何日前から。ありますね。デジマチャンネルで、放送、1週間
放送です。見逃し配信やってるってことですよね。出島チャンネルでぜひ検索してみてください。見逃し配信があります。でもあれですよね、本来は背の高い元野球選手がメインでいるんですよね。そうなんです、下柳剛さんがね、はい、今日お休みですけど、長崎出身のね。そうそう、はい、私長崎とは縁もゆかりもないです。そうなんですか。なんで呼ばれたんですか。わからんないズバッと言いますね。全然わからんけどここに来てる。ただやっぱ長崎の動物園来るの結構夢だったんで、はい、楽しい。でも福岡でしょ、うん、来ようと思ったら来れたじゃないですか。私免許持ってないんですよ。JR で発生ボスまで行くから、発生ボスからうちに無料のシャトルバスがありましたよ。発生ボスから行けるんですか。発生ボスの駅が。ああ、下さんいないんだ。あ、下さん、よくないよ、言い方。今すぐにコメント消してください。あ、これ叩かれてんだろうな、私。叩け叩け。私はただただ楽しむだけだ、今日は。ホリが出てきた。やば、ほらすごいお客さんもたくさん集まってきましたよ。いや今日そうですね、たくさんいらっしゃいますね。どうだろう、お客さんで見えないかもしれない。やっぱ3連休の中日だから皆さんも最後楽しみ。最終日です。ずっとずっとちょっと危ない。大丈夫です、誰も当たってます。はい、無料バスあります。ハウステンボスからですね。ハウステンボスからあります。予約制ですが、無料シャトルバス、はい、あります。事前に連絡してもらわないと、乗れないです。シャトルバスは。楽しんでください、お姉さん。あ、嬉しい。桜チリーさん、ありがとうございます。やばいやばい。そう、バイオパークの視聴者の方は、叩くこと一切ない。あ、本当ですか。みんな皆さん優しい。私だけじゃん、性格悪いの。でもせっかくだから素顔見せたら。ごめんなさい、私今日カピバラで行くんです。あ、そうなんですね。人がたくさんいるからね。いや、なんかどうしよう、あと何分。あと5分、あと5分、時間が余りました。質問コーナーを設けました。質問してきてください。何でも答えます。日頃は福岡でどういうラジオ、テレビなど出ていますか。普段は、美味しいものを食べて美味しいっていう仕事をしていますね。あ、福岡で活動されてるの。そうなんです。あ、そうなんで、今日はというか今回は長崎では朝漬けです。私母が長崎出身なんですよね。あ、じゃあゆかりあるじゃん。いや、多分それで受かったなと思ってます、オーディション。あ、それ後から聞いたかな。違ったんだら余計嬉しい話ですね。あ、好きな動物は何ですか。あ、いいですか。好きな動物は、うわ、めちゃくちゃ迷うけどダチョウです。あれ、さっきキリンって言ってなかった。あれ、コアラって聞いたんやけど。あれどんどん違う。これ全部ロケ車の中でどの動物が好きっていうのを言うの。今ランキング1位をつけました。今言ったやつ本当全部好きよ。その中でもダチョウ。ダチョウ、うん。あ、なんか動物に関する詳しい質問をしたい。動物に関する詳しい、はい、どういうこと何か詳しい質問が来るかもしれないです。うわ、怖いな。じゃあ私とりあえずダチョウが好きな理由は足がめっちゃ恐竜っぽくないですか。あ、それは分かります、ね、それがすっごくロマンがあって好きなんです。あれって蹴られると痛いんだって。いや、蹴られるとこまで私たち行けないから。いや、もう骨折するんだって。あれ どんな感じで蹴るんですか。2本足ですよね。こうなってくるから。こう来るの。ここじゃないんでね、関節ここなんで、見えてるところ。こう来るから。こう来るんだ。痛い。もうね、下手すらギーンってですよ。危ないよ、危ない危ない危ない。大切にして、大切に。はい、質問来ました。はいはい、髪サラサラにする秘訣。これ縮毛矯正をすることです。縮毛矯正らしいですね。はい、縮毛矯正。偽物のツヤです。はい、あ、芸人さんですか。違います。あれ違う、あれ違う、吉本興業 で、ね、タレント活動をしています。芸人さんとは部署が違うところで活動しています。辛口芸人だと思った。いや、違う、めっちゃ嫌なやつじゃん、私辛口とか。そう思った。え、吉本。吉本、はい、吉本の興業です。あ、ということは、キヨちゃんぽんと同じですね。そうです、先輩です。おー、キヨちゃん先輩。キヨちゃん、ことぶきさんも。
ことぶきさんの子ね。そう、ことぶきさんの子ね。なんとなくわかった。わかった。だってたまにキヨちゃん使ってくれとか言うんだもん。はい、キヨちゃんはダチョウの名前ですね。甘やかされて育ってる事務所ですね。あ、一芸ありますかって。ない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 。いや、芸人さんじゃないのよ。吉本だなって。芸人さんじゃないのよ私。はい、今回はテレビの、撮影で、はい、来られています。だからこう今東京大阪とかの吉本さんは歌手だったりね、女優さんだったりモデルさんもいろいろいますからね。そうそう、私だけじゃないんですよ吉本。さあどうでしょう、時間はどのくらいでしょうかね。もうすぐですね。もうすぐでイベントが始まるので、ハロウィーンイベント、はい、長崎バイオパーク開催されてますよ。もうすぐですね。取りやすいポジションに移動してます。行きましょうか。奥が多分いいかな。あれ？行ってる雰囲気から特に。はい。もうすぐですね。そう、あと2分やけど、それ運びましょうか。はい。もうちょっとですね。1分前ぐらい？ 30 秒前ぐらい？そうですね。どこに置く？はいはい。大きいのが真ん中？どうします？そうですね、大きいの真ん中ですね、やっぱちっちゃいの。上塚さんは、上塚さんを持ってこうやって言っちゃってるじゃないですか。はい、両手、両手、両手。じゃあもうそろそろ、もう29分ぐらいか。28分47秒です。あと15秒。このまま、このまま。まあ今からイベントがあるので、はい。で、置く場所は？置く場所は。反対向けの。あ、どうぞどうぞ。なんだかぼちゃん。さあ、どこに置きます？行きます。じゃあこのオレンジのは真ん中に置きましょうか。真ん中ちょうどいるけど、あとまだお客さんが。その奥。はい。じゃあここに。あやかちゃん。おいで。ことちゃんおいで。ねえ、ことちゃん。うん、見たいけど来て。はい、じゃあ始まりますよ。ほら、おとちゃん。そこ危ないよ、カピバラさん来るから。カピバラさん待ってきちゃうから来てって。いきなり、いきなり。カピバラ、カボチャを、取り争って喧嘩する時があるので、下がってください。危ないですよ。この子はキキョウちゃんですね。キキョウちゃん食べてる食べてる。見て、あのそっぽ向いてる感じ。なんで？おいでおいでおいで、来た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 、集まってきた。よし、おい、来い来い、来た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 。はい、カクバラカクバラ。ママのお膝を食べております。ちょっと離れた方がいいですよ、このコンクリートから。外側に行ってください、危ないです。はい、みんな食べてますね。向こうに移動してみな。ガリガリガリって、やっぱり穴が開いてるところに歯をこう入れて弾ける感じやね。ビデオですよ。テレビの人は俺も出たい。俺も出たい。これ1個だけある。あ、食べられてる。なんか来たよ。今触ったらダメ。
今はダメね。オレンジのかぼちゃ美味しいのかな。なかなかあのなんだろう、取り争いはしないですねこの種類は、はい、食べ物好き。このかぼちゃって美味しくない。まあなんだろう、人間が食べるようじゃないですからね。まあ、ただ人間と動物の感覚は違いますから、うん、僕らが食べるってなったらまあそうなるかもしれないですけど。この子寝転がりながら食べようとしてる。はい、向こうの方も食べられてますね。いつも以上に注意喚起してるけど、いや変わりないですよ、いつもです、いつも。食べております。今日の大きいですね。はい、そうです。まあ一応ジャンボかぼちゃ30キロぐらいですね。はい、30キロぐらいあります。あ、青葉ちゃん来た。青葉ちゃん来ました。あ、青葉ちゃん向こう行った。いや、そう、意外と食べてくれてますね、オレンジのやつも。見て、あられもない顔になってる。私のかぼちゃのかわいそうな顔に。あー、食べてるね。片目つぶれました。カピバラは雑食ですか？草食です。あの緑はどこかしら。あれ食べてないですか？いや、意外と暑いな、今日。はい、なでしこ食べてますよ、なでしこ。カバちゃんの中に顔入れて食べてる動画、可愛かった。カバちゃん逃げれなくなっちゃう。テレビの方はあっちはあっちでもいいわけで、はいはい、まあ撮影ですからね。デリジムしてるね。めっちゃポリポリしてんね。さあ、でも意外と人気だな、今日。カピバラフィールドハロウィンスプリット。すごいね、ガリガリしてる。顔なくなってってる。なんか喧嘩してない。エリコーサンダーじゃない。ジャコランダ食べてますね。あ、ドーナツだ。今日は争いないですね。争いなさそう。うん、あるよあるよ。カピバラもね、取り合ったりすると。ああ、もう顔なくなってる。口だけしかない。もう顔わかんない。今日祝日なんですよ。僕もあんまり祝日の感覚ないんですけど、今日まったりですね。どうだろう、でも前半にお腹いっぱい食べてもらったら中盤はもう喧嘩ないかもしれない。昨日は雨だったのに今日は晴れてよかったです。はい、嬉しいです。やっぱ3連休とかは晴れてもらわないと困りますね。はい、今ジャンボは、青葉ちゃんとなでしこと、あれはミルククリームか、クリームですね、食べてる。
はい、こんにちは。そうですね、大きかったらみんなで食べてるの見れますね。ただ毎回用意するのはちょっとコストがコストがかかっちゃいます。でも向こうも結構なんかまったり食べてますね。ドーナツと涼介ですね、はい、ドーナツと涼介、ドーナツ、涼介、ドーナツ、キキョウちゃんですね、奥から。こっちは、あっちはひなせと、あれ誰だ、あれ誰かわかんない、顔が見えない。あ、ミルクっぽい、ミルクっぽい。これは誰だ、シロップかな、シロップですね、はい、シロップ。で、こっちにプルーンがいて、なでしこ、青葉、クリーム、まどかちゃんとバタちゃんですね。あれ、ホイップがいないぞ。あ、ん？あ、これホイップか。あれ？違う。これシロップって。違う。あれ、こっちがホイップ？うん、あれ、じゃあシロップがいない。うん？2、4、6、8、12。うん、一頭いないです。一頭いない。あ、後ろいた。後ろいた。え？あれ？あ、シロップいた、シロップ。シロップ行かないと。毎回かぼちゃあげてますか？カクエたちあげないですか？聞いてないですね。食べますね、こんな感じで。東京、昼から晴れると言ってたのにまだ曇ってます。こっちは晴れたり雲がかったりとかですけど、まあ天気ではあります。はい、バイオ晴れてよかった、ありがとうございます。そう、ホイップシロップ、ホイップシロップね。ホイップはどっちかって、ホイップとプルーンが見分けるのが難しくて、シロップ、僕にとってはシロップクリームが難しいですね。ミルクは分かるんですけど。雨の日ってカクちゃんたちどうしてるんですか？結構普通にしてます。こんな感じで、なんだろう、そこら辺に座ってたりとか、雨宿りしてたりとかですね、してます。プルーンの方がよ、お腹横に立ちにし、あー、そうですね。ホイップと比べたらですよ。はい、もう顔が分からなくなってきた。この写真もいい写真。はい、早急、早急。5つ子は難しい。動画を見た翌日に来ましたが、やっぱり分からなくて板垣さんに教えてもらいました。結構あの、なんだろうな、この間近で見るっていうのは動画とまたちょっと違う感覚というか、多分直接見てもらった方がいいです、うん、なんか分かりやすいですよ、映像で見るより。角田さんにも順列、序列あるんですか？あります、序列あります。強い子が、はい、決まってますね。今テレビの方で見てます。ありがとうございます。あやかちゃん、ちょっとこっち寄せた方がいいかな。かぼちゃ、よかったね、バターちゃん独り占めだよ。
でっかいかぼちゃ動画見るたびかぼちゃが食べたくなってる。この煮物は食べたいですね。煮物食べたい。はい、この子はバターちゃんです。夏のプレゼント企画でデジタルカードの案内メール来たら他の人は外れということでしょうか。いや違います。デジタルカードのあれは参加賞なので誰にでも、なんだろう、参加してくださった方には、配られるもの、ね、天ぷら。はい、今日カメラマンハロカです。昨日我慢できずかぼちゃ買ってきてアイスとホットケーキミックスと混ぜてケーキやっちゃいました。すごい、すごい。あら、誰かわかんない。プレゼントまだ発送されてない。そうです、まだです。まだしてないです。むしろしましたっては言ってないんで、まだ。はい、今日もバターちゃん見えて幸せな気がある。おー、こっちの方がいいの。あ、やばい、取られた。いや、これだけ。おい、そこら辺のかぼちゃじゃないの。タネ好きよね、タネ。食べていいよ。お、今来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。かぼちゃ取らんよ。かぼちゃ取らんでね。かぼちゃ取ったらダメよ。まだ野菜って、でもまだ安くなってきてないですよね、冬野菜って。早く大根とか安くなってほしいな。もらったかぼちゃを毎日大量消費してます。人にあげてもらって羨ましいな。なるほど、では他の賞当選の望みあるんですね。あります、あります、あります、あります。大根とかも食べなかったっけな。大根まだ高いっすね。レタスが安くなってほしいな、早く。レタスまだ200、200いくらしちゃうから、190円とかまでなってほしい。さつまいもも食べますけどね、あんまうちは揚げてないです。結構やっぱそれこそガスが溜まりやすいっていう、動物にも
付与されて、なかなか、うん、たくさんはあげたりはできないですね。はい、全然減ってないな、あっちの大きい方。全然減ってない。ありがとう。あ、マスク取った。はい。夏は悪化があるから格差にあげれないです。あ、危ないっす。大丈夫か？うちの近所のスーパーはレタス1玉150円ぐらい。え、安い。結構甘みを感じないと聞きますよ。カキバラは感じない味覚とかあるんでしょうか。どうでしょう。ただでも甘い食べ物は結構進んで食べるときありますけどね。でもどうだろう、メロンとかは、なんだろう、メロン食べないですね。あ、でもその甘みを元に食べるか食べないか結構決めてるような気がしますね。あんまりフルーツ系食べないですね、うちは。いちごも食べないし、バナナも食べないし。ただ他の動物園では食べてたりもしますね。ミカも食べないですね。冬になるといろんな露天風呂のやつやるんですけど、柑橘系は入れても食べないですね。柿は食べます。食べました、はい、胸に落ち、はいはいはい、伊藤さんですね。スイカ食べてもメロン食べない。そう、食べないんですよ。まあ、牛のカピバラはって感じですかね。まずかちゃんでした。我が家も毎晩かぼちゃ食べます。いいな。めっちゃ口を下中に入れて。よかったね、バターちゃん。よかったね。メロンは口の中とか喉がイガイガしちゃうことありますか？動物園はそういうのあるのかな。あー、でもなんだったっけな、なんか食べた時に、なんか歯とかに、こうなんかカピバラってこうなんだろう、口の中に何か入って飲み込めてないっていう状態の時とかだと、こうなんかなんだろう、頑張って出そうとするんですよ、みたいな。それをなんかを食べた時にやってたような気がする。なんか違和感あるんだみたいな感じがありましたね。カボチャ残った。カボチャ残った。はいはい。酸味が苦手なのかな。確かに。でもイチゴとかそうっすね。イチゴ酸味なのかな。でも他の動物園では食べたりするんですよ。で、一つ言えるのは、小さい子供の時に食べてたかどうか、これ結構大きくて、小さい時にちょっとでも食べてたら結構大人になっても食べるっていうか。だから多分うちのカピバラはちっちゃい時とかに、バナナとかイチゴとかそこら辺は食べてないので、食べないんじゃないかなと思います。
通号の玉引き100万っていうか、なんかの動画でカピバラが石ころを噛んで歯磨きしていましたけど、カピバラはみんなするします。あのカピバラ、ここに前歯がまあ4本あるんですけど、この目の下にですね、ここにあの僕らの奥歯と同じ臼歯がたくさん生えてるんですよ、ここに。で、そこもあの伸び続けるらしいので、そこもこう、なんだろうな、削らないといけないんで、石とかでこうゴリゴリ削ってますね。次ベビー生まれた時に食べさせたら、柑橘食べる組と食べない組ですけど、まあ、食べさせればというか、食べるきっかけがあればですね、そうなるかも。まあでも柑橘類をこう食べさせるあれはないんですね、今は。食べさせないといけないということはないので、どうか意外がしたんだ、レビー。あれ、大きいのはまだ全然残ってる。あれやばい、絶対多分残っちゃう。窓かな？窓かみたいね。入ってないのか。入ってますよ。あります、歯の神経。ただでも、どうだろう。あ、残すの？でも根元の方かな、神経あるの。そんな気がするけど、歯折れたって血出てこないですよね、カピバラは。ハムスターは歯が伸びるのどうしてる。ハムスターもそのだから木かじったりして歯を、前歯を伸びるのに必要ですね。あ、まあ爪みたいな感じかな。逆にカピバラさんが食べちゃダメなもんで、まあそうですね、あのあれかな。でもあんま動物とこう同じ感覚ですよ、ほとんどが。まあ、言うたらチョコレートとか、球根類とかですね。ここら辺は、カピバラでもダメですね。血出てこないですね、羽織れても。根元から、根元というかもう、内の方から折れたこと、僕、なんだろう、経験したことないんでどうかわかんないですけど。ハロウィンだ。のぶかちゃん。はるちゃん単体です。のぶかちゃん後ろあるけど、ちょっとまだ残ってますよ。はい。はるかちゃん、はい。はい。食べかけがありますよ。いやでもそうですね、確かに。人間すごいですね。あれ、人間って生のニンニクって食べる瞬間ありますか？犬や猫は怪我したところ自分で舐めたりしますけど、カピバラそういう治癒行動ですか、ね、ありますか？あります。というか、
なんだろうな、多分傷口をきれいにするのもあるんですかね。それプラスあの海が出た時はカピバラは結構生み出ししますね。で自分が届かないところはあの他の個体の波やったりとかしてます、ね、今日風強くて上から落ちてくるかもしれない。あ、はい、はい、大丈夫だ。ちょっと多分前に行った方がいいかも。残ったかぼちゃは、ご飯です。今日のご飯朝になったらもうなくなってる。春もネギ食べれる。生ニンニクって絞りと一緒に乾燥して煮てるラムチャンですね。まあありますね。そっか、あれ生か。効果に多いですよね、それ。効果に多いです。あ、こんにちは。確かに顔残ってる。大きい顔。あんこ、あんこれ、かじり放題じゃん。鼻周りだけ残ってる、確かに。鼻だけまだ残ってる。すげえ。やばい。おお、これはごっついわ。かぼちゃ。ここハロウィンとかのハロウィンとか。そうよね。絶対かぼちゃ。わあ、やっぱ手が。いいブラシ。海藻も食べられますか？どうだろう、あげたことないです。何やってるの？サミコさん、わかめってなんか、海苔が消化できるって日本人。うん、そうね。日本人が消化できる。こう前、こう、こう削って食べますか？海藻とかは食べれるんですか？カピバラ食べたことないね。でも一応草って言ったら草。いや海藻はね、正確に言うと草じゃないんだよ。あ、違うんですか？だから、まあ、藻類っていうのかな。あ、だからちょっと別なんだよね、分かんない。前まで こう削ってた。まあ、あげる機会ないもんね。あ、うん、げる、あれもないんだよね。どうだろう、なんか塩分あげるときとかあるの？カピバラもモルモットみたいに首のところに海が溜まってしまうことってあります。なんだろう。あの人ちょっとわからないですね。断面図いっぱいある。はい、断面図いっぱいある。バキバキよ。モルモットみたいに首のところに海が溜まってしまう。あの一匹も狙えばね。ちょっと聞いたことないです、ね。あのがいいね。まあ、なんだろう、もともと考えれば取る必要はないんですけど、なんか必要があればあげるんですけど。ぼちゃでかい。あ、どっか行っちゃった。え、もうやるか。まあ、今。はい、バターちゃん一人占めで。バターちゃん一人占めでございます。釣られちゃった。他の子たちは一応食べてはいるんですよ、他のかぼちゃを。
今座りました。寝ながら食べる。寝ながら食べる。繁忙期はありません。ただ随時生え変わるというか抜けてはいると思います。みんな一応周りでかぼちゃ食べてるんですよね。ウサギに手をかじられると思いますよ、うん、そうなんだ。のでっか、見てこのでっかい。確かに余計ホラー感増してますね。目がないもんね。いいね、バターちゃん。喧嘩するほどでもない。これどうしよう。いつ閉めればいいんだろうこれ。結構残る気がするなこれ。このかぼちゃでかくない？ジョグ悲しそうだからよくない。よっ、ちょっと寄りましょうか。え、本物？そのかぼちゃ？すごい。この中にもかぼちゃ入ってる。この中にも穴開いてるかぼちゃ入ってる。でっかい食べてる。でっかいかぼちゃ食べてるよ。でっかいかぼちゃ。でっかいね。何でこの子たちのちっちゃい子たち食べてるの？何でこうやってたの？なるほど、分解酵素を持つ微生物が腸内に生息してるかと、うん、まあ、うん、イコールかな。モルちゃん、草とかで口の中のことですか。はいはいはい。どうだろう。まあなくはないですね。カピも結局モルと同じ天竺ネズミで、あのちょっとイントロにしておかしかったな。天竺ネズミで、まあ一番形に似てるの多分モルモットに似てるのカピバラなんで、ありえますね。あ、ただそんななんかなりやすい病気ってわけではないと思います。カピバラも大食いと小食の子いますか。います。あのマドカちゃんなんかあんま食べないですね、はい、もともと食べない。みんな食べたり、僕の方終わりギアがわかんない。これ全然減らなくなってきた。まあ終わってもいいけど。どうしようかな。どのタイミングにしようかな。どのタイミングでもいいんだけどね。別に。まあ、両親の場合。食いしん坊誰ですか。食いしん坊は誰だろう。両親かな。あやかちゃん、食いしん坊誰？みんならしいです。最近食欲なかったんですが、かっちゃんたちのお食事見てると、爽快な気持ちになります。ぜひ、食欲増進。すみません、画面揺れます。
食欲増進動画ですね。あ、すいません。はい。残ってもご飯になります、はい、残ってもご飯です。巻き込まれないように気をつけてください。全部のやつだ。ありがとうございます。え、もうどうしようこれ。ちょっとじゃあもうそろそろ終了ですかね。まあ1時間10分やってますからね。幸せをね、気をつけて。まあ今日はあの YouTube の動画も上がりますので、まあ18時ですね、6時にまたバイパークの動画をご視聴ください。はい、そう、もうあのいつこれを閉めるかもう分かんなくなってくるんで、もう終わりたいと思います。はい、じゃあ終わります。皆さんありがとうございました。さよなら。ね、でかっ。食べてる子は喧嘩喧嘩なって言ってみながらです。